さあ、それでは続きやっていこうと思います。今回も組み立てですね。そちらの方ちょっとね、申し訳ないですけれど取りだめがありますないのでやっていこうかななんつって思います。じゃあやっていこう。さあ、エンジンですね、こちらに足をつけていくよというところです。では皆さん連休どう過ごしかな。なんか今年は珍しく、まあもちろんね、場所にもよりますけれど、雨が降ったりとかね、するんで、夜中に、日が変わったから初詣行こう、みたいなのがね、ちょっとスムーズじゃないかな、みたいな感じはあるんですけど、これもう先に入れちゃうとまずくねえかな。入れちゃうとさ、要は、位置が狂っちゃうこともあるかもしれない。後から入れれるようになったら、入れよう。ダメな場合の時のことも一応考えてですね、ここ。ということで、足を入れますよというところですが、これか、これじゃないな。パーツをね、どうしてもバラバラにしないと塗装ができないんで。こう、なんかちょっと見づらいけど、こっちか、こうか。こう向きにこう行きますよと。もう毛がいっぱい生えてるからさ。どこにどう入れればいいのか。ここ、こう向きでいいのかな？これを、ほほほ。あ、これここに止めるから。そうか。ちょっとなんかやっぱりやりづらいところは若干はあるけど、こうだな。これでいいんだな。こうだな。で、ここもネジで止めますよというところです。で、これは、こっち側、こう見て、こっち側から刺すっていう風になってる。これはね、あ、こっち側から、裏から刺すっていう形になってる。これを S の3。ついにね、こうやって、色分けを、やっとこさ、やりました。色分けじゃないや。ボルトをね、こういう風に分けて、分かりやすいように。これ買ってさ、100均で買って、後で分かったんだけどさ、ちょっとね、上に隙間があるから、もしこう、ガシャンってこう、蓋をしてあるから、と言って、倒してしまうと、あららっていう風に混ざってしまうという、ちょっと落とし穴が。ありまして、まあ、気をつけてやっていかないといけないなとね、どっちに転んでも。なんてことで、全然気づかなかった。ああ、よう考えたら、これ蓋の方に隙間があるじゃん、上との間に、とか思って、ひひーとか思いながら、まあまあまあ、しょうがねえか、とか思って。まあね、こぼさなきゃいいだけの話なんでね。で、これを、こっち向きで合ってるよな、多分。こういう風につけますよと。で、これ上から入れろって言うけど、上から入れれないじゃん、これ。え？あ、上？下からだ。ここの中から。これどうやって入れる？の？どうやって入れる？の？これがあるから入れれないんですよ。え？ダメじゃん。入れれないことは入れれないな。どう頑張っても入れれないな。ここにここのプラモのパーツがあるから、これどう頑張っても入れれないよな。そういう落とし穴付きっすか。これどう頑張っても入れれないもんな、これ。こっちから。これどうやって入れるの？わ、こんなところでもたつく動画にするわけにはいかない。ここでこうやってもう強引に入れちゃいの。うわ、取れそう。取れそう、取れそう、取れそう。入れれないことはないけど、グッとは締めれないんじゃないかな。斜めに入れてるから。だけど、よく考えると、ちゃんとネジにはなってるんで、あ、入れれるか。これ取れそうだな。ぐらぐらしちゃってる。んですよね。あ、抜ける。これ多分抜けちゃうな。これ接着剤でちゃんと止めておいた方がいいな。止めたつもりだったんだけどな。ん？なんだ、肩。よっ。前の俺は一体どんな力で締めたんだ。止めれないことはないのか。よし、これだけ。今、グラグラしてたんだよ。ちょっと危なかった。これ取れちゃう。ロータスって書いてるこのパーツですね。おっとっと。3番のネジ。
あ、でもやっぱりこういうケースに入れると楽だな、取り出しも。はい、先に早くやっとくべきだったね。まあ、100円でこの見やすさ、作業の楽さが買えるんであれば買いだね。でこれもこっち側からこう入れてここに入れますよと。おお、なんかすげえスムーズだった。あははは、入る？暗くて見えない。あ、入った。だいぶパイピングが邪魔してるな。よし、オッケー。これで合ってんだよな、向きね。すごく心配になるね。いや、違うじゃん。なんてこった。こんな。じゃ、これね、説明書が悪いんじゃないんだよ。どうしても塗装をするから、パーツをバラバラにするじゃない？ちゃんとね、分かるようにしておかなかった、しておかなかった私が悪いんですよ。分かるようにしておけば、こんな風にはならなかった。逆にここで気づいてよかったわ。だから、こう向きに見ての、こうか。合ってた。ん？合ってるよね。もう何なんだ、合ってたよ。もたついてる。すいません。申し訳ないです。プラモデルってさ、どうしてもこういうもたつきって出ちゃうんだよな。いや、作ってる方ならね、よくわかると思うんですけど、あれっていうようなことって絶対あるじゃない。よく見ると説明書にはしっかり書いてるのに、それ俺だけか。すいません、俺だけっすね。ごめんなさいね、ちょっと今入れるの。よし、入った。これほんと取れないかな。あ、だいぶ接着されてきた。よしよし。じゃあこのズレがね、ちょっと気になったんだよね。大丈夫かなーっつって。これここにまたこっちも入れて、こっちもこう入れて。OK ですよと。説明書の絵の通りに見るとこうなってる。ただこれが本当にこの向きか、こっちとこっち逆じゃねえかとかちょっと気になるところですけど、さっき言ったようにね、本当に塗装するためにね、バラバラにしちゃうんでね、本当はちゃんとね、番号書いてるはずなんで、そのようにつければね、いい話なんですけどね。どうしてもそこは塗装する上で必ず出てくる問題なんで。オフ。そしてこういうキットのあるあるなんですけど、やっぱりこう持つところが目が行き渡らなくて変なところを持ってしまって破損につながるとかね、崩れちゃうとか。ただでもね、こう今のところ変な持ち方して壊れちゃったみたいなさ、破損しちゃったみたいな、そういうことはね、正直ないじゃんね。多分ね、キットが意外とこう部品パーツ点数が多い割にしっかり出来上がってるんですよ。なんでこうもうね、気づかずに触っちゃって破損しちゃったみたいな、いや絶対気づかずに変なとこは触っちゃってるとは思うんですけど、意外とそれでなんだろう、破損につながるほどの脆いところがないっていうんですか。まあ説明書通りにしっかりと組んでいけば割と問題なく、こう破損もなくね、進めていけるんじゃないかなって思います。で今これをつけたんですけど、ここの足がね、ちょっとこのこれがフリーの状態になっちゃってるね。ああそこもね、 S の3で締めろって書いてありましたね。よしよし、 OKOKOK。 そう、一応順番通りに説明書のネジは締めていかないと、後でああ先に締めちゃったからみたいなさ、ことが起きると悲しいので、こうしてこう見ての、さっきと同じこう向きか、こう向きに見てこうだから、こっちからしつけろと。よし、こっち。あ、ほんと
意外と丈夫いな。なんかしっかり接着っていうか、パーツがしっかりしてるな。絶対どっかでなんか破損して、ああ、取れちゃったよみたいな風になるかなとか思ってたんだけど。そういう経験がね、結構ね、よそのキットだと体験してるから、なんかね、やっぱりそれ気使っちゃうんですよね。怖いな怖いなみたいなさ。恐る恐るこう持ってやってる。まあ、この時点でもだいぶそうだけどね。気をつけてはいるのに、ポロッとやってしまうと。まあ、若干ね、そういうのに慣れてるところはありますけど。あ、なんで？もうちょっと。うわ、死のが欲しいな。結構というかさ、まあ、動画の撮りだめがなさすぎて、じゃ今日もね、一日あれだったんですよ。まあ休みなんですけど、あれです。部屋の掃除したりとか、もういい加減ちょっとこう、ね、ゴミとかもしっかりして、まあ、ちょっとね、隠れて作ってたっていうか、やらないといけないことがあって、それやってて、それの切りがついてから、一旦机の上片付けようとか思ってさ、こう作業性が悪くなるといけないかなと思って。まあ、出なくてもね、ただでさえ作業性が悪いんですけど、今なんかカチャーって書いてるけど大丈夫？ OK。そう。で、机の上ちょっとね、多少綺麗にしようと思ったんですけど、全然綺麗にならなかったですね。やらなきゃいけないことが。で、連休休みになってね、これで、それに裁く時間が増えたっていうのはいいんですけど。ああ、とりあえずこれで OK なのか。で、この後ですね、こっからラジエーターじゃないや。ギアボックスオイルクーラーですね。それをつけよう。ただ、ギアボックスオイルクーラー、まあ、これなんですけど、これにまた、いろいろつけていかないといけない。これ蓋して、ほんで、ここに、なんかマウントがある。これか。と、これどこのマウントだったっけとか思っちゃってたんだよな、ずっと。こう見て、これは特に向きは関係あるね。これ、穴開けないといけなかったんじゃないの？こっち向き。これ穴開けの指示がないんですけど。あ、あった。ああ、ここ穴開けないといけなかったね。なんてこったらね、しかも両側に。じゃあ開けるか。やっぱり、あれだね。よくわかってない人間がさ、作ってるから余計にもたつくんだろうね。はぁ、ちょっと。まあ、せっかくなのでちょっとこの話をしますか。ね、おそらくこの動画アップされる頃はですね、新年という形に、1月1日、夕方5時にアップされると思うんですけれども、明けましておめでとうございます。皆さんいかが、ね、昨年はね、皆さんにお世話になって、いろんなイベントもね、できましたし、非常に充実したね、1年。なんかさ、多分、6月ね、私誕生日なんですけど、その際に言ったじゃないですか、あれ。いや、厄年だと。厄年な、に対しての不安感がすごく多かったですよね。だけど、なんかその割には、割とね、なんかいろんなことができた感じがするんですよね。なんか、いいことが多かった気がする。いろんなことができたから、経験が増えてね。このね、プラッツさんの件もそうですし、なんかね、こう、多かったんですよ、やることが。やること、新規案件みたいなのとかね、そういうのとかもあったりして。まだ動画にはしてないんですけど、他にもね、案件とかいろいろあって、まだちょっと動画にできてないんで、まだ止まってる件があるんですけど、やっぱりそういうのとか考えると、
なんか、ね、良くないことが起こるみたいなさ、厄年みたいな、そういう感じでいたんだけどね。だけど、なんか全然関係なかったな、なんか。気の持ちようだよね。まあ、もしね、皆さんね、今年、厄年になる方もね、たくさんいらっしゃるかもしれないですけど、その際にやっぱりね、そういう気持ちで、こう、ね、いると、いいものも来なくなっちゃうかもしれないと。いうところでね、気の持ちようはね、大事にした方がいいんじゃないかなと思います。まあ私のね、一番のね、不幸は何だったかというとね、あれですよ。引き逃げにやったぐらいですかね。お前引きずるなって思われそう。引き逃げされたんだもん。引き逃げだよ、引き逃げばっきゃろんと。引いてくんじゃねえよ、つってね。びっくりしたわ、ほんと。もう全てなんかいろんなことを塗り替えられたわ。なんかまさかの引き逃げ、早々に会うことじゃないからさ、うん、っていうね。まあ引き逃げなんつってね、を言うとさ、ちょっと大げさな話にはなっちゃいますけど、まあ実際ね、ちょっとね、動画お付き合いいただいてるね、皆さんならね、ああ、あの件ねってわかると思うんですけど、うん、引き逃げでした、今年は。まあいいですよ。なんか私がね、その誰かに危害を加えたというふうになるよことを考えるとね、まあそれもまたね、ある意味良かったのかなと。自分がね、実際に引かれてっていうと大げさだね、車にぶつけられて、自分が特に怪我もなかったというのはね、本当に不幸中の幸いかなとも思うし、そのね、ぶつけた人もね、以降それ気をつけてね、相手が自分だったから良かったと思ってくれればいいなと思ってね、ね、引いてもうね、殺しちゃったみたいなのになってくるとさ、もうとんでもないことじゃん、その人だって。鍋さんに物を引いたからこの程度で済んだと思ってくれればね、まあいいし、やっぱり、うん、まあでも本当何事もなくね、そんなひどいことにもならなかったんで良かったなつって思います。これ最近にこれつけてからパイピングを後でやるか、その方が多分楽だよな、多分。こう見て、ここだけつけちゃおっか。まだ時間あるよね。まだあるね。なんか、青く塗ったちっちゃいホースがある。これと、あれ？もう一個どこ行った？小さすぎてなくすんだよ。皆さんにね、ちょっとこう、おすすめの色があって、これとこれね。マイカーブルー、マイカーレッド。まあ、そういうメタリックブルー、メタリックレッドみたいなやつあるじゃないですか。あれね、あいつ、今回ね、ボンペイントさんの使ったんですよ。やべえ、この色味。すげえ好き。今、鍋さん一番のおすすめカラーです。ボーンペイントのブルーメ、ま、マイカブルー、マイカレッド、マジでいい色。いや別にこのホースにやることがいいよとかそういうわけじゃないんだけど、塗ってみたら、あ、意外と俺こんな色なかったかもしれないとか思って、しかも結構俺好みだな、みたいなさ。そういう意味でね。いや、買って鍋さんがただ好きっていうだけでさ、使い道がないんだったら買ってもしょうがないじゃんって思うかもしれないけど、まあそこはね、実際何でもそうだけどさ、色味って動画じゃちょっとわかんないんですよ、実際のとこ。使ってみて、ああ、なるほどね、いいじゃんっていうのならね、よくある話なんですけど、ね、そういう風に持ってくしかないんですよね、なかなか。ね、画面を見るの、画面によってちょっとね、見え具合とか違ったりするんですけど、まあ、ただ私が使った感想としては、めちゃいい色だった。何これとか思って。まあね、ボンペイントさんね、本当あれなんですよ。色が、メタリック系の色いいね。塗りやすいしね、しかも。なんかどっちかっていうと、他社さんのメーカーだったり、他社だったりすると、他のメーカーだったりすると、割とこうね、メタリックってドロッとしたイメージがあって、っていうような色味になっちゃうんだけど、それがね、色味じゃないや、なんだろう。なんだろう。こう、パーツのシャープさ、プラッツさん、まあプラッツさんじゃないが、まあ別にどこのメーカーでもそうなんですけど、シャープ感がね、やっぱりね、なくなってしまうんですけどね、そのシャープ感がちゃんとね、残るんすよね。で、今つけるパーツ間違えたんすよね。
間違えたんすよね。これを使うんだったんすよね。ちょっと今一瞬ん？って思ってさ、これじゃなくてこれをこう使うんだ。こうだ。こう。こうやって使うんだ。なんで間違えちゃっていい？これディテールアップパーツの方ですね。しっかりつけておきましょう。ちょんちょんと。そう、結構色味にしろ塗りやすさにしろすごくいい。まあそれはまたね、いつか動画でこんな感じでよかったよっていうのはやっていこうかな。ちょっとね、今回はねプラッツさんの案件なんでね。ああいいね、こんな感じでいいかな。これちょっとちゃんと固まるまで相手につけるのはやめよう。ここのホースがちょっと自分が使うのが下手くそだな。こんなもんか。こんな感じです。いいね、かっこいいね。でこっからどうやって動きゃいいのかな。ボディってでもこっからまだもう一個こう、これとこれか、これもつけるよと。これ上向きになるように。で六角のなんかそういう締めるやつが上に、上じゃないや、オイルクーラー用の方に来るような向きでつければいいんだね。せっかくねやってつける向き間違えたら笑えないから悲しすぎるんで、こっち向きこうっすね。はい、10とつけて、こう向きか。こう向きの、こう向き。あー、できたできた。こんな感じです。オイルクーラー、このブルーがなんかね、いいのよ、深いのよ。濃いブルーパールみたいな感じだね。光り方がパールっぽいんだ。色はしっかりとしたブルーメタなんだけど、こんな感じ。まあ、今日のあれはサムネはこれでいいかな。でここからパイね、しっかり乾いたらパイピングして、エンジンの本体の方にこちらつけていきますよ。これどこにつけるんだ、こう見て。逆だな、こっち向きだな。こういう向きですね。こういう風につけるような。こういう風につける？いや違う、全然違う場所だった。あ、ここだね。ここにこうつける感じだね。こうやって。多分パイピングしてからつけた方がやりやすいと思うんでね。後にしましょう。もうちょっと絵的にこういう感じですよと。このサムネ用にこうでいいですか？よし。ということでね、今日はね、この辺にさせてもらってね、またどんどん続きやっていこうかなと思いますので、見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。ではまた。本年もよろしくお願いします。こそっと言うなって。